はい、皆さんこんにちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができるスプロケット、今回は久しぶりにオリジナル戦車を作っていこうと思います。それではいつもの設計画面に入っていきましょう。それでどんなの作るん？絶対に抜かれない戦車だね。防御力強強戦車か。これまで作った戦車からまず防御力がないとその攻撃力も活かせないことが分かったね。砲塔を出しただけで命中させに来るからな。ということで今回は360度どの方向からも絶対に抜かれない戦車を作っていこうと思います。え、360度？まず設計をいつものフリーフォームモードに変更。どの方向からも強強戦車にするには車体を丸くする必要があります。最初に作るのは円柱形状です。円柱。この円柱を作れないとフリーフォームでオリジナルや実際の戦車を作ることはできませんよ。めちゃ基本的な形ってことやな。作り方はめちゃ簡単。こちらのインフォを見ながら正方形を作り、エッジで辺を選択してスプリットで分割。4点を全て2つに分けます。ポイントモードで角から中央の順で頂点を選択してマージするとこうなります。さらにこの辺を分割。辺を移動して八角形にします。さらにもう一回辺を分割。綺麗に16角形になるように調整します。出来上がったら右上のスムースアングルを調整やな。基本的に16角形にしてスムースアングルを入れるといいですね。作り終わったら右上のところで形を保存しておきましょう。円柱は砲塔や装飾で作る方針など使う場面はかなり多いですよ。というかほぼ必須の形やな。どの方向からもつよつよにするにはどうすればいいのか。どうするん？全身に強い傾斜をつける以外方法はない。つまり UFO みたいな形の戦車になります。それもう戦車やないやん。みんな見てみたいよね。ちなみに搭載する装甲はわずか70ミリだけです。70って全部長弾させる、そんな仕様です。はい、尺が長くなるのも嫌なのでサクッと作っていきましょう。まず上下面を全て選択してこんな感じに縮めます。おう、 UFO っぽくなってきたで。このままでは垂直面が残るので周囲を選択してエクステンド、幅を狭めて。唐突に変な声出すな。もちろんファンサービスですよ。先っちょの頂点をいやらしく合体させたら、これ調子出てきたで。いい感じの大きさにしておきましょう。内部溶石ないと出撃できひんからな。今回は一応内部溶石を超えない設計にしていますが、オプションで無視する設定にしています。ちなみに大きさとしては全長7メートルですね。ぺったんこすぎたのでぷっくりさせておきましょう。それでは砲塔を作ります。 UFO はこの部分が膨れるような形なので同じようなものをボイッと作ります。さっき作った円柱を読み出して先っちょを選択していい感じに縮めるだけですね。これくらいならもううちにもできそうやで。それでは方針を乗せていきましょう。どのくらいの乗せるん？今回は直径が170ミリ、方針が長すぎてもおかしいので3メートル10センチにしました。かっこいい言い方をすると 18.2 口径170ミリ砲ですね。貫通力は約27ミリくらいやな。砲塔も完成したので残りの部分を仕上げていきます。この頭の部分はさっき作った砲塔の形をコピーして作りました。そして足回り。完全に浮いとるやん。未来戦車という設定です。あまり目立ちすぎるのも嫌なのでこのサイズにしておきましょう。これだけでは色々と寂しいので小さい UFO も作ります。ちょ、作り方は簡単。本体をコピーして縮めるだけですね。これにも質量があるので反対側にも作らないと倒れてしまいます。これは走行とかどうするん？ゲーム内では車体から離した砲塔という扱いなので、これが貫通されると撃破判定が入ってしまいます。車体と同じように走行入れんとあかんということか。そうなります。では細かい装飾を乗せて仕上げていきましょう。これは砲手用の覗き窓。下にあると見にくいので上に移動させます。一度砲塔に乗せてから移動させんとあかんのやな。ドライバー用の覗き窓も必ず搭載する必要があります。車体に埋め込む形にしても全く問題ありません。そしてキューポラ。これを乗せないと送電手などの能力が 100% 発揮できず遅くなります。この3つの装飾が必須なんやな。ポイント。久しぶりに来たで。あーん、ポイント。みんな大好き謎の配管を搭載。正しくは一部です。1ヶ月ぶりくらいに作った気がするね。現実の戦車に乗せるのはあれやからな。やっぱり個性がないと面白みがないからね。オリジナルの戦車には積極的に乗せていきましょう。今回はこのような形になりました。なんか今までにない感じやな。
あとはそれっぽい装飾を乗せれば完成ですね。みんなできたで。それでは完成した車両を見ていきましょう。重量は72トン。直径7メートルある割に結構軽いな。主砲は、砲身長が短い 18.2 口径 170mm 砲を搭載。製作時間は1時間30分くらいですが、仮設計での調整が難しかったので、全体では6時間程度だと思います。かなり特殊な戦車やからな。あれ、これ戦車？目安として、人とのサイズ比較はこのくらいです。気になる装甲は、上下の出っ張り部分が 70mm、中央部分が 60mm。70から80度の強い傾斜が入っていて、正面からは200から400ミリ相当の装甲圧があります。これは長弾狙えるで。ちなみに、両サイドの小さい UFO は傾斜が緩く、装甲圧も低めです。それではお待たせしました。今週の謎の配管のお時間です。これもめちゃ久しぶりやん。まず、車体下部ではなく、チャープに付けられた大容量タンク。ここの配管を通り、最初のポンプにズズッと流れ込みます。ちょ。そして、流れを検出すると、線のようなものが開き、こちらのフィルター的な何かに入ります。敵とか何かってなんや。これがよく詰まる欠陥品なので、その時は、次のフィルター的なところにぶち込まれます。一応、これが3つついている感じですね。それでもダメな時はここから放出です。どんだけポンコツ設定なんや。てかまたどこに荷物置き場作ってんねん。あれ、これ誰の荷物だろ。それでは、多分荷物の持ち主を呼んで試合をしていきましょう。ほい。皆さんこんにちは。私はいつも通り報酬やるから、ゆかりちゃんは荷物の確認と状況報告。あかねちゃんはドライバーね。了解や。それでは総員戦闘配置。ゆるふわ軍事チャンネル。よいしょ。なんか今までとは変わった視点や。てか待て、ゆかりがドットルキューコラがアブダクションされとるで。正しくはアブダクションしようとしたもののやっぱりやめた。そんな感じです。どんな感じだ。いくよ、茜ちゃん。むちゃくちゃやろ。ちょ、もう傾いとるやん。あれ、ちゃんと設計したんだけどな。奥の戦車、ひっくり返って戦闘不能。やだ、ちょっといやらしい。反応困ったらいやらしい言うな。作り直し。はい、荷台の前後と幅を広くしました。これは走りやすいで、かなり安定しとる。両方の小さい UFO の位置もちょっと調整していますよ。敵さんが出てくるまでカット。前方に敵戦車多数。いつもの第一波やな。防御力をちょっと見てみますか。ひ、余裕で長弾ですね。なんか危なっかしいで。攻撃力はどうかな。いやー、おいた。敵戦車撃破。そんな勢いよくとしちゃって。さらに味方が敵戦車撃破。おお、珍しく味方が動いてるで。長弾。あれまた長弾か。突然変な長弾することあるからな。敵戦車炎上。お相手しましょう。めちゃ近くにいるやん。あらあら、ゆかりちゃんのファンなのかな。ファンが大切にしないとな。くらえ、ゆかりゆかりの薄いも、うん、さっきから何言ってんねん。やだ、大炎上ですね。よいしょ。敵戦車炎上。この動き方は多分あかねちゃんのファンですね。どんな動き方や。あーん、ポイント。敵戦車なぜかノーダメージ。これどうなってんねん。たまに変なことがあるんだよね。こっち来るで。お腹にポイント。長弾。なんかおかしい。横向けとるで。よいしょ。敵戦車炎上。横のところが良かったんですね。ちょっと動画にするのがまずい状態の敵さんを発見しました。どんな状態や。ポイント撃破。敵戦車炎上。第1波全滅。はい、第2波の重戦車戦ですが、この戦車がどれだけ撃たれ強いのか見ていきましょう。敵はティーガーワンや。こんな感じでどこに当たっても長弾、非貫通ですね。前面を強くしよう思ったらこの形状が最適なんやな。至近距離でも全然抜かれませんね。最強の戦車できたで。やったね。待て、普通に抜かれとるやん。はい、どうやら小さい UFO の底面が撃ち抜かれたようなので消してみました。本体だけならカチカチやる。なんや、何のエコーや。正面に敵戦車。まあ余裕ですね。ワンパンされとるやん。一番弱いところを撃ち抜かれました。攻撃精度異常すぎるやろ。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、戻ってきました。 UFO みたいな戦車どうだったかな。ちゃうやろ、絶対に抜かれない戦車やろ。
設計は完璧なんだけどね。ちょっと装甲は薄くしすぎたかな。はい、この絶対に抜かれないシリーズは今後も機会があれば作ってみようと思います。こんな戦車なら抜かれないというアイディアがあればコメント欄に書き込んでみてくださいね。ちなみに装甲圧は最大で70ミリですよ。みんな待っとるで。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。初めて動画を見られる方、常に見られている方もぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。